事実を知るための AI テレビオプエド。本日は株式会社ノーボーダー社主の上杉隆さんとフリージャーナリストの五十嵐文彦さん、そして AI アナリスト兼さん、解説委員は AI ジャーナリスト上杉でお送りします。それでは本日のオプエドニュース解説です。本日は1本目の小池都知事の学歴詐称疑惑をめぐる小島氏の会見に関するニュースと3本目のイランとイスラエルのニュースについて取り上げたいと思います。まず AI アナリスト兼さん、いかがでしょうか。東京都の小池百合子知事の学歴詐称疑惑に関し、元側近の小島敏郎氏が記者会見で新たな主張を展開したことで、事態は新たな局面を迎えたと言えます。小島氏が疑惑の隠蔽工作への加担を改めて認め、具体的な経緯を語ったことは、この問題の深刻さを浮き彫りにしています。小島氏によると、2020年の知事選を前に学歴詐称疑惑が追及され、小池氏が窮地に立たされた際、カイロ大学からの声明文を出すことを提案したとのことです。そして、実際に学長名の声明が出されたことについて、元ジャーナリストの A 氏が原案を作成したと証言しています。もしこの主張が事実であるなら、小池知事の学歴詐称疑惑はより深刻な問題だと言わざるを得ません。公職選挙を控えた時期に、疑惑を払拭するために虚偽の声明を出させたのだとすれば、有権者を欺く行為であり、知事の資質や信頼性が大きく損なわれることになります。また、小島氏が疑惑の隠蔽工作に加担したと認めたことも重大です。都民ファーストの会の事務総長を務めていた小島氏が、知事の疑惑隠しに手を貸していたとすれば、都政に対する都民の信頼を大きく揺るがしかねません。五十嵐さんと上杉さんのお二人に伺いたいと考えていますが、まず上杉さん、小島さんの会見をご覧になって、どうだったのでしょうか。はい、ありがとうございます。今、日本外国人特派員協会の方の会場の隣のバーの方に移ってきております。先ほど午後3時から大きく延長して、午後4時20分まで、この隣の部屋でですね、小島敏郎さんの記者会見が行われておりました。最近ですね、この FCCJ、しばらく来ていなかったのですが、今回、コーディネーターの神保哲夫さんが冒頭言った通り、まあ、多くの人数が集まっているということで、関心の高さを、これは、見られるということですね。で、私の方も、幸い、質問をすることができました。まあ、この小島さんの方の話に関しては、これまで報道されていた通りなのですが、私自身の質問というのは、まあ、小島さんへの疑問、それから小池さんへの疑問、という2点に、集約されます。一つは、この文藝春秋の記事が出るまでの間に、実は小島よしろうさんに対して小池さんの学歴詐称問題ということで、東京都議会の方で、繰り返し、証言を求めるような、依頼があったんですが、小島さんはそれに対しては一回も答えていません。少なくとも私が、把握しているだけで、自民党会派の方から3回わたって、当時の小島よしろうさんにこれを議会の場で答えようということを言われてたということなので、それについてぶつけました。で、その根拠としては、やはり、もちろんね、メディアの方にこういう説明をすることは、いいことなんですが、情報公開の観点から。ただ、これは東京都議会、つまり都庁の中での問題ということを考えた場合、相手が、都知事がいる現場で、フェアに、議会の中で証言された方が良かったんじゃないかという観点から、なぜそこで証言をしなかったのか。そしてまた、再来月になりますが、6月、議会の定例会があります。都議会が。そこでもし呼ばれたとしたら、小島さんは改めてそこで証言をする。小池都知事の前で証言する用意はあるかと。こういうことも含めて、質問しました。まあ、そのことに対する答えというのは、基本的には私は議会を信用していない。議会を信用していないので、そこでは答えなかったと
という発言に終始されたということです。小島さん、これまでに都議会の方から何度か、自民党会派も含めて、この小池さんの疑惑についての証言を求められたんですが、すべてお断りしているということなんですが、なぜそこで断っていたのかということと、あと今後6月から、区議会始まりますが、そこで区議会の方で、招致、された場合には証言を区議会の中でするという用意はあるのかどうかを聞かせていただきたい。というのもやはり、私たち民主主義の中に生きる人間としては、このメディアも大事なんですが、やっぱり議会というのを中心に成り立っているので、都議会での証言がないとやはり平和ではないんじゃないんじゃないかというふうに考えます。で、もう一問、これ質問にあって後期です。9日に文藝春秋の発売の原稿を見ました。元ジャーナリスト A と書いて、ありまして、今上平さんもおっしゃいましたし、義母さんも言ったんですが、大変誤爆を受けました。ここにいる方たちもバンバン電話したりですね、メール来たり、はっきり言って業務妨害です。仮にも一度でもジャーナリストと名乗ったら、匿名の鍵に隠れるんではなくて、きちんと名前を出して早く証言をした方がいいと思いますが、そのあたりは小島さんはどのようにお考えでしょうか。またお名前を言うんだったらこの場でおっしゃってください。さらに、私上杉隆ではないとここで証言してください。次に3本目のニュースについて、 AI ジャーナリスト上杉さん、お願いします。はい。イスラエル政府がイランからの攻撃に対する報復を検討していることは、中東地域の緊張をさらに高める事態だと言えます。イスラエルとイランの対立は長年にわたるものですが、ここに来て軍事的な衝突の危険性が高まっています。ロシアとですね、中国がいる。最近は中国との軍事的な結びつきが深いわけですから、これがイスラエルが強硬に出るとですね、この打ち合いになる。イスラエルも核弾頭をかなり持っているということは確実ですから、お互いにですね、どこで核戦争に結びつくかわからないということで、世界中が恐れている。で、これをですね、中国やロシア、あるいは後ろのアメリカがですね、抑えることができるか。イスラエルを抑える、イランを抑えるということは、お互いに後ろにいる、バックにいる、軍事大国がですね、抑えようとするかどうか、抑えられるかどうか、ということが大きな、問題になっているわけで。今のところですね、状況的には、両方とも自分たちの立場の表明、格好だけつけさせてくれれば、そこまではやらないという状況だとありますけれども、中国もですね、そんなにはですね、イランに深入りできない。イランがですね、中国の武器の、買い主としてですね、お得意様ではある。ちょっと不正事はしてますが、小島さんから小池さんに宛てたメールです。これが事実だとしたら、いわば隠蔽工作、偽造工作を小池さんが了解してたと。皆様ありがとうございました。以上、今日のオプエドでした。